ヘルスピア、倉敷地図、ヘルスピア倉敷岡山県地図、ヘルスピア倉敷は、岡山県倉敷市水島地区にある、スポーツ施設を中心とした、複合施設である。高橋川左岸の倉敷市蔵島町西の裏、太平山山城にある、倉敷芸術科学大学附属の健康、スポーツ科学の研究施設である。 屋外レジャープールとスケートリンク等の付属のスポーツ施設を一般に開放している。土地、建物は学校法人掛け学園が所有し、スポーツ施設を同学園の系列会社であるシット総研が運営。なお、スケートリンクの管理、業務は岡山県スケート連盟が受託している。当施設の休章及び前進は、 ウェルサンピアクラッシキ。リンクの広さ60メートル30メートル、岡山県内唯一の公式リンク、アイススケート競技の拠点として、岡山県スケート連盟と業務提携を結んでいる。一般利用や、フィギュアスケート、スピードスケート、アイスホッケーなどの競技にも利用でき、2009年11月には、第35回西日本フィギュア選手権大会が開催されている。 2014年12月より冬季のみ営業から通年営業となった。全長190メートルの流水プール、幼児用プール、子供用プール、全長90メートルのウォータースライダー、全長27メートルの直線スライダーとなどの各種プールを完備するレジャー用プール。二面ナイター設備完備。2012年4月1日より、 パジアの岡山サッカースクール倉敷校が開校全施設のウェルサンピア倉敷は1992年、社会保健庁が、保養施設として、建設、厚生年金事業振興団が運営していた。地下1階、地上6階の本館に加え、スケートリンク、テニスコート、グラウンド、レジャープールなどのスポーツ施設のほか結婚式場や会議室も備え、 年間20万人以上が利用していた。中でも、かつて、スケートリンクは、県内唯一の日本スケート連盟の公認施設で、開設以来、県内のスケート人口を増やし、オリンピック代表選手を生むなど、スケートレベル向上に貢献してきた。しかし、2005年、社保庁が、年金保険料を流用して、保養施設を建てたことが、世間の批判を浴び、 同様の全国302の施設は廃止、売却対象になった。ウェルサンピア倉敷も2008年の3月末で閉鎖され、管理団体の年金、健康保険福祉施設整理機構が、同施設の土地と建物を入札により3億5000万円の最低価格で売却しようとしたが買い手がつかず、同機構は最低価格を見直して、再び入札を行うことになった。 その後、スケートリンクだけは、同機構から借り受ける形で、県スケート連盟により、当期のみの営業を続けていた。その間、市民や利用者と県スケート連盟による存続運動が起こり、日本スケート連盟の協力と署名を提出するなどして、倉敷市に施設の存続を働きかけた。2009年、学校法人かけ学園が倉敷市からの要請を受け、 同学園の系列大学の教育研究拠点として再開されることとなった。ありがとうございます。